霞光は、パラエストラ栃木所属の日本の男性総合格闘家。栃木県出身。身長170センチメートル、体重72キログラム、血液型大型、三兄弟の末っ子。金田保育園市野沢小学校カナダ北、中学校、那須キヨ高等学校出身。小学校、高校時代に野球部エースとして活躍。小学校時代から始めた柔道では、 中学で全国大会出場。柔道三段。マサトに憧れ、格闘技の世界に入る。パラエストラ松戸に入門。同年、アマチュアシュート東北選手権大会で優勝し、全日本アマチュアシュート選手権に出場。一回戦で敗退し、態度が悪く異例の100日間の出場停止を命じられる。12月、グラディエーター27でプロデビュー。 グラディエーター負けなしのスティーブ・ブラウンに判定勝ち。ディープ東京で格上のベップンに判定勝利。10月、グラビカライブ2で持ち前の打撃で15秒 TKO 勝利を果たす。7月、パンクラスで清水大輝に苦手の寝技に付き合わされ判定負け。9月、ベイサイドファイトで神田周一に持ち前の打撃とバックボーンの柔道の投げで判定勝利。 10月、グラビカライブ2で、野村克也を 1R1 分45秒で、パウンドアウト。12月、ベイサイドファイト2で、牛久健太郎にハイキックで、右目の上まぶたをカットし、ドクターストップ。4月、ベイサイドファイト3ネオブラッド1回戦で、小金賞に判定勝利。6月、パンクラスネオブラッド準決勝で、牛久健太郎と対戦。鼻からの出血で、 ドクターストップによる敗戦。12月、パンクラスで、飯島高行に判定勝利。4月、パンクラスで、土井順に一本負け。5月、パンクラスで緊急オファーのために一つ上のライト級で参戦。世界空手3位の山本翔平の打撃に圧倒され判定負け。八月、パンクラスで、 元 UFC ファイター田村はじめいに検討するも、フィジカルで圧倒され判定負け。10月、人生初のバンタム級に階級を下げ、初の海外試合ヘックスファイトに参戦。グスタボファルシローリに一本負け。12月、パンクラス大阪で、辻川両平に判定勝利。4月、パンクラスで、春ク大城に検討したが、判定負け。9月、パンクラスで、 山口良に判定負け、ありがとうございます。